おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。今回はね、ドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。なんでこんな画面から始まってんだ。ちょっと一回ホームに戻って、今回アップデがついに来ましたね。ってことでアップデの内容を解説していきたいと思います。今回ね、ちょっとでかいアップデなんですよね。まあ第2回から第3回のね、超熟決闘が行われるっていうのはぶっちけまあそんな関係ないんですが、まずはね、スカウトバトルということでジース・リクーム追加されました。これは普通にね、新しいスカウトバトルが追加されたので、ジース・リクーム持っていない方、またね、育てたい方はぜひぜひやってください。あとはね、宇宙の帝王フリーザ降臨でストーリークリアでフリーザー獲得できるっていうね、このエクストリームフリーザが無料で獲得できるイベントが来るので、これはね、楽しみに皆さん待っていましょう。まだ来てはないですね。で、まあちょっとね、結構早めにお話を早いテンポでやってるんですが、ちょっとね、今回すごい大きなアップデがあったので、そちらの方をね、お知らせしたいかなと思います。で、今回のアップデがここですね。新しいメインストーリーのハードが追加されました。さらにね、難易度3の冒険依頼書ということで、今まで冒険の依頼書が、3はなくてね、1、2しかなかったものが3も追加されたというところです。で、今回大きなアップデ、今回のアップデですげえみんなが気をつけなければいけないっていうか、意識しなければいけないっていうか、やらなきゃいけないことが2個あって、まずは交換所です。で、このレアメダルから交換所で交換できるところにベジータの戦闘服が来ました。これ何かっていうと、実際に交換していきましょう。交換しました。で、これどこだ、カスタマイズか、カスタマイズの彼の服装、ちょっとすいません、今画質悪くて、ベジータの戦闘服にできます。わーお、超クール。これだけ、はい、これだけです。で、今回ぶっちゃけ、これもね、ぶっちゃけ500枚の価値はないかなと個人的には思うんですが、まあせっかくこういうもんなんでね、交換しないのはもったいないということで、他のものはどうとでもなりますが、これに関しては一点物なのでね、交換しましょう。で、ここですね、戦慄のブートキャンプのミッションを10個クリアしよう、ギニューの Z パワーがもらえます。これマジででかい。うん。で、戦慄のブートキャンプ何かって言ったら、まあ、新しく来たものなんですけど、まあ、PVP で戦うことや、ギニュー特戦隊に属するキャラクターを PVP に参戦させること。で、ギニュー自体をね、5回バトル、10回バトルで、例えばジーさんはギニュー特戦隊ですよね、をバトルに参加させることによって、このね、イベントが進んでいきます。さらにライジングソウルを獲得するとかで、まあ、ライジングソウル2をね、獲得することによって、なんとジェムももらえますし、このスーパーソウル2ももらえるんですよね。で、これが全ての色にあるんですよ。もうやばい。今回のこのイベントマジでやばいです。もう一言でやばいとしか言えない。かつ、まあ、新しくね、スカウトバトルが来たジース・リクームももらえると。まあ、本当に今回は、もうこの、戦慄のブートキャンプ絶対やってください。もう本当にそれだけです。今回そのためだけに動画撮ってると言っても過言ではないくらい、ギニューなんですよ。うん。めちゃくちゃありがたくないですか？逆に言ったら、ガチャで手に入れた人は、みたいな。俺めっちゃ頑張ってガチャやったのに、ってなっちゃいますよね。ということで、まあ、そこはちょっとって感じではあるんですが、まあね、スーパーサイジン悟空であったり、まあ、ベジータの星5っていうものも、このショップの、ところから交換できるんですよね。このスターターパックで、おそらくスターターパックで交換できる星5っていうか、まあスパーキングキャラですね。スターターパックで交換できる、スパーキングキャラは今後もね、このようなどこかイベントか何かで手に入るような形に運営がしていくんじゃないかと思います。はい、ってことで今回のアップデート情報は終わりにさせていただきます。みんな必ずね、やりましょう。ってことで最後にね、ガチャやって終わりにしましょう。うん、今日で終わりですね、ブロリー。てか、この動画、あれ ?28 日?明日や。明日で終わりですね、ブロリー。いや、昨日ね、その帝王降臨のシングルガチャ引いたら、ベジータが助けに来て、いや、北村ご飯来いと思ったら、パイクーハンでしたね。うん、クソゲー。そんなこと言っちゃいけない。そんなこと言っちゃいけない。スターやっていきましょう。かっこいいモーション来いよ。俺が相手だ。おっと、早速スーパーサイヤ人、頼むぞ悟空、フリーザ倒してくれ。お、赤、これ来たんちゃう。来た、まさかの2日連続スパーキングありがたい。誰だ、ただ誰だ、全部持ってんだよな、誰が出ても。さあ来い。
オッケー、これが一番ありがたい。マジでピッコロさんいただきました。星3ですね、これで。いやマジでありがて、一番嬉しい。ぶっちゃけ今回フリーザーとかね、ご飯とか、まあ、パイ、ギニューが追加されて、でその前にねブロリーが追加されてっていうところはあるんですが、結局ピッコロなんですよね、強いの。うん、で中ではピッコロのね星重ねれるのはありがたいですね。ってことで2個目やっていきましょう。おっと、おっと、神引きじゃないかこれ。いや勝つ説ある。マジ勝て、あ勝ってない。なんやクソ、期待したのに。まあ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 、まあさすがにね2個連続はね。ただあそこまで期待させたいっていうエクストリームはちょっと悔しいっすよね。あんなになんか期待させるモーション入れたんやったらスパーキングが欲しかった。くっそー、神動画になるかと思ったんだけどな。ってことでラストね、帝王降臨引いていきたいと思います。ご飯欲しいね、マジでご飯が欲しい。ご飯可愛いんすよね。一回 PVP で使われてるの見たんですけど、めちゃくちゃ可愛いんだよね。やるしかねえか。今回は普通ですね。行くぞ、カメハメハ。あ、やべ。うん、まあまあこんなもんでしょう。スパーキング、ヒーロー、エクストリームがそれぞれ1体ずつですね。オッケー。いやまあまあピッコロがね星3になっただけでもだいぶありがたい。でちょっとブロリーはもう持ってるんですけど、星重ねたいのもあるんですが、とりあえずご飯が欲しいんでね、またちょっと引いていくか考えてね、いきたいと思います。ということで今回の動画は、アップデート情報の更新とさせていただきました。本当にね、イベント、先日のブートキャンプ、まあ普通にドラゴンボールレジェンズプレイしていればね、おそらくクリアできると思いますので、13日の間でね、みんな、ちょっと意識して早めに手に入れてね、絶対取り逃しがないようにしましょう。これ本当にありがたいですね。マジでありがたい。マジで嬉しい。超嬉しい。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。